はいどうも、慎太郎です。よいしょ。ということで、タイトルとサムネにもある通り、ちょっとね、この動画はね、とある方だけ見てほしくないんですよ。このとある方だけね。それが、まあ、誰かと言いますと、俺のおかん！はい。俺のおかんです。なんでかって言いますと、この度、新しいことを始めることになりまして、バイクを乗り始めます。よいしょー。バイクを乗り始めます。はい、バイクを乗り始めます。はい、これね、俺のおかんが一番怒ること。俺のおかんが一番怒ること。だから、俺、もう動画で言います。俺のおかん、あんま俺の YouTube 見てないらしいから、まあ、もしかしたら、見ずになそのままスルーされて、僕がバイクのこの乗り始めてる動画から見られるかもしれんから、ちょっとそれやばいかもしれないんですけど、実家帰るとき死ぬほど怒られるかもしれないんですけど、僕のおかんってね、結構ね、こう、放任主義なんですよ。もうめちゃくちゃ放任主義。何するにしてもあんま怒ったことなくて、もう自由で、何時に帰ってこようが怒られたこともないし、学生時代友達ん家毎週泊まり歩こうが、夜中にドンキ行こうが、補導されようが、ね、全然怒られたことないんですよ。カツアゲされて帰ってこようが何も言わない人なんですよ。まあ親父もそうなんやけど、まあこういう仕事をしてるのもまあ放任主義やし、まあまあ何でも自由というか認めてくれるというか。だってね、僕こう見えてね、結構賢い大学に行ってたんですよ。でこんな金髪でこんなサングラスかけてますけども、結構賢い大学行ってまして、偏差値60ぐらいの大学行ってたんですよ。まあサイトとかによればね、浪人も留年もしてなくて、我が家からこうスターが生まれたのような、もうこんな素晴らしい大学に行く息子が生まれたと、もうすごいと、もう鼻高々やと、もう親戚でも自慢しまくりで、もうそんな大スターの息子やったわけですよ、僕が。じゃあそろそろあんた就職どうするんと。でしかもまあ結構まあありがたいことにですね、コミュニケーション能力が低いわけでもないし、まあ先輩付き合いも下手くそじゃなかったんで、紹介とかもあったわけですよ、いろいろ就職先のいわゆる大手の。まあありがたいなと、もうそうかと、そんないい企業に入れていただけるのかと、頑張ればと。まあそんな話も自慢でちょっと親にしつつ、その2ヶ月後、あんたそろそろ就職せんでいいみたいな、髪色も変えてないし髪型も変えてないけど大丈夫なんて言われて、ちょっと話があると。俺おかん、YouTuber なるって言って、もうおかんもうもうええー、一番あんたがまともに思ったのにって言われました。はい、男3兄弟なんですよ。男3兄弟で、ね、あんたが一番まともに思ったのに、あんたが一番頭おかしかったって言われました。 YouTuber になってますから、TikTok からなってますから、びっくりですよ。そらまあまあけどね、おかんはね、まあ、何年かやったらじゃあ目つぶったるわ言って、で今こういう感じで活動してるんですけども、まあそんな自由な親でもおかんが怒るのがそのバイクやったんですよね。まあ単純に危ないからっていうだけです。危ないからって意味はすごくわかります。で最近だって僕も大学生の時に原付を乗ったんですけど、まあその時もね、まあまあまあ原付やからまあエッカーぐらいな感じだったんですよ。いよいよ中面ってなってくると話は変わってくると、まあなんかね、チラッと言ってたんですよ。僕の親父もねバイク大好きなんですよ。親父は昔からバイクが好きだったんですよ。けどまあ子育てやない、結婚して一回バイク離れたみたいなんやけど、もう俺らも大人になって子育ても落ち着いたからバイクをもう一回乗り出してるんやけど、バイクをその親父が乗るも止めてた理由も子供が真似すると、それが理由やったらしいんですよ。一番あかんでここ来てる、ここやる、これマジやばい、ほんまに。まあけど、まあ乗ろうと思った理由もまあ何個かありまして、もちろん、いろいろタイミングが重なったっていうのもあるんですよ。まあ単純に、もう原付は買おうと思ってたんですよ。今住んでる立地的に、もう原付買うのは結構しんどいなってとこに住んでまして、ジム行くもちょっと自転車で乗る場所やったり、物買いに行くにしてもちょっとこう、移動がしんどいとこやったんですよ、自転車で。で、なんかたまにもうわざわざレンタカーとか借りてしてたりしたんで、ちょっとバイクとか、で車はさすがにちょっと維持費とか金かかるし嫌やなと思って。まあ原付買うか、みたいな。まあお金もそんなかからんし原付やったら。って時に、二人で、まあ、冬レモンね、冬レモンと2人で TikTok を投稿したら、なんかプレゼントが当たりますみたいなのにちょっと遊びで応募したんですよ。ほんならその景品がそのバイクのバイクプレゼントが当たったわけですよ。いわゆる原付代ぐらい負担しますよみたいな感じやって、もうどうせなら中型免許取ろうかなと思って、まあ、YouTube のコンテンツでもなりそうやし、1個の趣味増やすもいいなと思って、でしかもちょうど10万円いったし、自分のご褒美としてここでちょっと一丁バイクでも買うかと思って、こっちでできた友達でバイク好きな友達が何人かいまして、ちょうどええなと思って、まあという感じでバイクに乗り始めるということです。で免許はもう取り終わりました。実は隠れて頑張って取りに行ってました。こんな感じで免許証なのに鬼漏れてるやん、とこまやな。乗ります。まだ納車するところとかも YouTube しようかなと思うので、ぜひチャンネル登録してみてください。で新しくちょっとまた話それるんですけど、新しいこと始めます。それは何かと言いますと、 LINE ブーム始めます。よいしょ。じゃあ LINE ブームってなんねやねんって今思ってると思います。まあLINE の自分らみんな LINE やってるでしょ。で LINE のなんか真ん中のボタンに LINE ブームっていう欄があんねんけど、まあ、いわゆる TikTok みたいなショート動画、縦動画がいっぱい見れる、 LINE のアカウントから見れる、なんていうのかな、インスタでいうリールみたいな動画があんねんけど、それを新しく始めます。で別にけど、これは新しいものを投稿するとかなくて、基本TikTok とか、まあ、リールとかショーツとかをそのまま載せたりするんで、 TikTok 私やってないなとか、インスタやってないなとかあっても、 LINE はやってるじゃないですか。よかったらそこでも見れるなと思ったんで、今までの、まあ、自分の中で面白いと思ったものを投稿していきます。ぜひ概要欄に貼ってるんで、登録してください。検索しても出てこないみたいらしいんで、概要欄から飛んで登録するしかないみたいらしいんで、そのアカウントはぜひぜひ登録してください。まあっていう感じでした。そうやな、そんな感じかな。はい、
じゃあせっかくやし、アンチコメ読んでいく？せっかくやし、アンチコメ読んでいく？ちょっとやっぱ時間も邪魔してるんで。いきます。僕結構その TikTok とかでは一時ね、BTS のジョングクっていう BTS のね、男前がいるんですけど、その人に似てるって一時海外バズりしたんですよ。で、その時に来た、で、それをまあ投稿したんですよ。僕はだからグクに似てる、日本のグクだって投稿したんですよ。それに対してのコメント、はい、アフリカにいるグク。誰が顔濃いねん。誰が顔濃いねん。で、アフリカやねん。顔濃いけども確かに。次行きますね。もうこんな感じで。次。まあ、アンチ DM かわかんないですけど、DM ですね。いきなり、ねえ、乳首好きだよね。お願い教えて。絶対好きだよね。どういう意味やねん。怖いって急に。あ、これ、まあ、じゃこれも同じ人なのかな、別の人なのか忘れたけど、だいぶ前のスクショですけど。多分、冬レモンとのストーリーを載せたんかな。で、俺が多分、まあ、夏美が多分、なんか、しんちゃん好き好きみたいなストーリーをメンションでしてきて、俺が引用で、いや、俺ほんま、嫌いみたいな、嫌やわ、嫌なんで実際のしたストーリーに対しての DM、 残念、嫌ならやめたら、夏みかんファンよりほんまムカつく、ブロックしてくれていいよ。もう何もしてないです、もう何も反応してないです。でまたしばらくして、慎太郎くん目の下のクマ修正し、いや、まあ僕目の下のクマすごいので、ほんで乳首出すなよ、深い、なんなん、みんな何そんな乳首好きなの、みんな乳首好きすぎん、そんな乳首ネタ言う気いる。冬レモンとの動画に対してですね、こんな男絶対嫌やわ、わらわらわら、付き合ってて恥ずかしいや、わらわらわら、もう付き合ってへんねん、まず付き合ってへんがな、勝手に付き合った思って動画見なよ、勘違いすなよ、ほんまに。まあまあそんな感じかな、まあまあいや、ということで、まあこんな感じです。ぜひ、あ、いいコメントやいい DM もいっぱい来てるので、初めてファンになりましたとか、まあ2人の絡みが YouTube で一番面白いですとかたくさん来てるんで、まあ、ぜひチャンネル登録高評価してください。ではこれから、僕も頑張っていくので、今回はバイクやったけども、常々ね、何かみんなにねちょっとしたサプライズをね常にいつも準備してるので、まだ今1個2個準備してるものもあるので、また楽しみにしとってください。あ、それと新夏の、初のイベントのチケット販売が決定したので、8月5日、あるのでぜひ来てください。チケットの購入先は概要欄に書いてるので来てください。では、チャンネル登録高評価してね、バイバーイ、みんな大好きやで、バイバーイ。